使い方と人に対しての接し方っていうのが僕は連動するんじゃないかなと思っていて、使い捨て文化が普及すると人に対してもいい時だけ話しかけてとか、いい時だけ助けてよとかって言ったり、用が済んだらバイバイみたいな世の中になってきてるんじゃないかなっていうふうに僕は本当に真面目に思っています。これからは心の豊かさを求める時代ということで、普段使ってるものをどれだけ大切に使えて近くにいる人とシェアできたかなっていうふうに思うんですけども、僕は住んでたブンジ村、アフリカのタンザニアの小さな村では、家の中にその人の所有物っていうのはほとんどなかったっていうのがありました。例えば家庭にある包丁っていうのは、僕が住んでた村では大体4家庭に1本ぐらいなんですね。みんなでシェアするんですよね。じゃあどういう風に使うかというと、やっぱ大切に使おうとするんですよ、みんなが。なんで僕はシェアすることの向こう側に幸せっていうのがあるんじゃないかなっていう風に思ってるんですけども、物の使い方が人の使い方になるって、物を大切にすることで人も大切にできる未来が来たらなっていう風に思っています。